私たちも楽しんじゃいますか。うん、そうしようか。コースタでも遊んだじゃねえか。遊びたいわけじゃねえんだろ。おとなしく宿で休んどけ。ライフストリーム。
星の地。落ち着けバレット。ヘイニュー、けったいな顔してますな。お二人さん、よかったら占いましょうか。明るい未来、愉快な未来、あ、悲惨な未来が出たら堪忍してや。なんだこいつ。お兄さん、お兄さん、こっちこっち。僕は占いマシーンのケット氏。よろしゅう。ぬいぐるみのロボットか。よくできてんじゃん。お兄さん、スマイル。ここは日頃の面倒事を忘れて楽しむ場所やないから。ほら、ほら、笑って。うるせえ。行くぞ、クラウド。結構人気もんなんやで。する気はねえのか、このホテルはよ。なんだ、誰もいないのか。すいません。いらっしゃいませ。驚かすんじゃねえ。申し訳ございません。部屋はあるか。男に女さん、あと動物一。ペット様はどういった種類でしょうか。男さん、女さんで頼む。かしこまりました。それでは。申し訳ございません、本日満室になっております。だよ、他の宿は。申し訳ありません、本日ゴールドソーサーにあるすべてのホテルが満室となっております。はあ、もしもし、お困りですか。またお前か。よければ
僕が部屋用意しましょうか。ぼったくろってのか。そんなことしませんって。なやったらお代も僕が出させてもらいます。余計に怪しい。たぐり深い人やな。君、悪いけどもう一度確認してんか。今キャンセルが出ました。トンベリルームとエリゴルルームでしたらご用意できますが、いかがいたしましょう。親切は気持ちええわ。ほんなごゆっくり。さよなら。お部屋は4階になります。階段を上がった先のエレベーターをご利用ください。お部屋は見てのお楽しみ。占いはどうですか。皆さんの未来占うで。占うのは未来だけなのか。バカにしたらあかんで。うせものうせびと何でもございや。かつて英雄と呼ばれたソルジャー、セフィロスはどこにいる。ほう、セフィロスですか。よっしゃ、ほら行きますせ。にゃっにゃっにゃーにゃ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 。中吉、活発な運勢になります。周りの人の行為に甘えて一頑張りしておくと、夏以降にドッキリな予感。これがセフィロスの居場所か。変やな。ちょっと待ってや。ワンモア、カモン。忘れ物に注意。ラッキーカラーは黒。もういい。あ、いやいや、もっぺんやらして。あ、ほら頑張るんや。どないしました。求めれば必ず会えます。しかし最も大切なものを失います。ええんか悪いんかようわからんな。どうした。最も大切なものってなんだろうな。えらい、すんません。いつもはもっとうまくやれるんやけど、調子悪いんかな。地獄行きのエレベーターにようこそ。4階を頼む。あ、はい。それでは4階に参ります。うひょー。
パルナーで予約が入っているはずだ。宇宙開発部門統括。はい、しばらくお待ちください。キャンセルされてますね。は？どういうこと？予約いただいておりましたドンベリルームとエリゴルルームですが、先ほどパルマー様よりキャンセルを受けたまわっております。そんなはずは。どうかした？部屋がありません。いや、わしの名前出した？もちろん。じゃあ遊んでくる。大人のコーナーはどこ？どこ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 ？4階です。それでは当ホテル自慢の部屋を存分にお楽しみください。おもちゃかよ。ジョニーの野生のが恋しいんだよ。俺はちょっと出てくる。ああ。遊ぶんじゃねえ。散歩だ、散歩。お前はちゃんと目閉じて休んでおけよ。ほんと時々変だからよ。ああ、そうする。
当に疲れてるのかもな。ごめんな、何もしてやれなくてさ。ごめんな、何もしてやれなくてさ。マテリアか。不思議な色だな。意外と読書家だったんだな。あんたも食べるかい？ああ、食べる食べる。いただきますです。はいはい。はいは一回です。はい。昨日の夜、家の前に誰かいたよな。ああ、ビッグスだね。食料を届けてくれたんだ。なんかコソコソしてたけど。
そこら中に手配書が貼ってあるだろう。あれに顔が載ってるんだ。どういう関係？本人から聞きなよ。マリンがここにいる限りまた来るだろう。来ないよ。ビックスはもう来ないよ。だって父ちゃんもティファも帰ってこないもん。だからビックスももう来ないの。そんじゃ俺がビッグスを探しに行くよ。そんで連れてくる。え、ほんと？ほんとほんと。あ、返事は1回だったよね。ううん、もっと言っていいよ。ほんとほんと。ほんとほんと。大丈夫かなと思って。ん？いや、何でもない。調子どう？大丈夫だ。少し眠ったからな。じゃあ一緒にゴールドソーサー回らない？今ゴンドラがね、カップルタイムなんだって。カップルってあのカップルか。はてさて、どのカップルでしょう。1階のフロントでよろしいですか？つまり
っしゃいませ。毛並みと筋肉のつき方を見れば大体の能力は分かる。このスクエアへようこそ。クポ生きてるチョコボの前に。クポ、ここは黄金の羽が舞うチョコボレースの殿堂。はい、アオにもやしてるよ。そうやってとくちばしへ持っていってね。みんなが怖がるとチョコボレースの殿堂。そこだよ。ダーク、いいよ。クラウド、また会う。まさか、あたしを追いかけてきたのか。ここで何をしている？コスタでの商談がうまくいってね。少しぐらい羽を伸ばしてもバチは当たらないだろう。あー、負けちまったよ、ったく。なんだい、勝ったのはまたサムのとこのチョコボだい。認識してんじゃないだろうね、あのペテン氏も。あんた、私になんか構ってないでちゃんとエスコートしておやりよ。せっかくのゴールドソーサーなんだ。彼女を退屈させるんじゃないの。ほっといてくれ。何してんだい。いいよ、いいよ。
チョコボの祭典へようこそ。会員証のご提示をお願いします。ない。大変申し訳ございません。こちらは会員でない方はご利用いただけません。そんな。一般のお客様も大型モニターで観戦していただけますので、そちらでお楽しみください。あー、もう何してんだい。いいもん使ってよ、いいもん。混雑じゃ仕方ないな。申し訳ございません。ただいま混雑のため入場を制限させていただいております。ああ、仕方ない。ここを回ろっか。ゴンドラに乗りたかったんだけどな。一人か。うん、いろいろ目移りしてるうちにはぐれちゃった。じゃあ一緒に来る？いいよ、私だって空気ぐらい読めるもんね。あたしはちょっと休憩。との違いを確認してみよう。
イントがたまったらまた来てね。ここからどのスクエアへ向かうかはお客様次第。ぜひご一緒に。レッドスクエアへようこそ。クポガイドできるスクエアに追加したクポ。ありがとうございます。ゴールド劇場ではラブレスをはじめ多種多様な作品を上演しております。ご機嫌麗しゅう我がお客様。ゴールドポイントはお持ちかな。お客様と再会できる日を心待ちにしています。知ってる人？ジェシー、アバランチの仲間で七番街で死んだ女優さんだったんだね。ああ、不愛想な俺と友達になろうとしてくれた。友達？恋人じゃなく？クラウド、そういうの気づかないでしょ。いろいろ言われたけど、俺をからかってたんだ。それくらいわかるさ。そんなに単純かな。どういうことだ？青年よ、もっと学びたまえ。ね？そろそろ行こうか。うん。次はどこ行く？チョコボレーサーどう？また？終わっちゃった？残念。ジェシー、この舞台に立ってたんだよね。多分な。見たかったね。
ウサキのお料理、どれも美味しかった。やあ、クラウト、また会ったね。ディオ園長との熱い戦い、見させてもらったよ。キュンとした。相変わらず目立っていたね。心を解き放っているようだ。ここで何をしている？とある公園の監修を頼まれてね。はっ。ダンスの振り付けをしに来たのさ。そうか、よかったら。断る。釣れないのも相変わらずだな。ふん、お楽しみ中のようだな。ここは黄金の楽園、存分に謳歌したまえ。いつか俺もここの舞台に立つぞ。ただいま、アルフリード様のメモリアルブックの予約を受付中です。初回限定版はなんとサイン付き。メモリアルブックを今予約するとお渡し会の参加券がついてきます。申し訳ございません。本日の前売り券は完売となっております。当日券は開演の1時間前より先着順での販売になります。準備はよろしいですか？それでは、灼熱の砂漠に皆様をご案内しましょう。ある日、キッド G という名前の公務員がサボテン王国を目指して旅をしていました。何日も何日も砂漠を歩き続け、ぜひ好奇心の赴くままに。